はよう。カプチーノ、頼む。今朝も美味しかった。ありがとう。いつも任せてばかりですまない。カポに報告に来ました。それと食材も持ってきたんで、キッチンに置いてきますね。これくらい全然です。もし他に必要なものがあったら言ってください。って、こらカルロ、いきなり足にじゃれるなって。踏んじゃったら困るだろう。そうそう、危ないことすんなよカルロ。それじゃあ食材のことはお任せしますね。お待たせしましたカポ。現状報告ですが。ああ、ラオ州と峡谷に動きはあったか。
今のところ特にありません。ニコラさんが峡谷の方にコンタクトを取ろうとしてます。でも梨のつぶてみたいで、直接ローマまで出向かないとダメかもしれないって。俺の方でも別の策を取れないか考えておこう。これが今回の指示書だ。確かに受け取りました。また何かあったらすぐ報告に来ます。じゃあ俺はこれで失礼しますね。慌ただしくてすみません、カポ。次に来る時もまた何か美味しそうなのを持ってきますね。カルロもまたな。スイスのロカルノで競技が行われたようだ。端的に言えば、ヨーロッパの主要国が互いの平和を保障し合おうという相談をしている。正式に条約が結ばれれば、ドイツの紛争も平和的手段で解決されることになるだろう。ああ、これで各国の関係が緩和されれば、ヨーロッパの情勢はかなり落ち着くだろう。しばらく戦争はなさそうだな。すまないリリー、食事のことから家の掃除までお前には手間と苦労をかけてばかりだ。そうか、確かに随分手慣れているな。教会ではどんな風に暮らしていたんだ。大変。あまり想像できないが、そんなに苦労するものなのか。どうだったかな。町の子供のように過ごすことは多くなかったと思う。ああ、ニコラとキッチンに忍び込んでつまみ食いをしたことはあるな。もちろんジュリアに厳しく叱られた。それもあって昔は彼女が少し苦手だったな。それだけ成長したということだろう。とはいえニコラには今も昔もいろいろと見透かされたままだろうな。長い年月を共にしていればわざわざ言葉にしなくても互いにわかることが多くなった。
ゃん、私まだ動いちゃダメ？どうして動かないのか聞いていい？何度も言わせるな。まだ時期が来ていない。俺たちが焦る必要はない。別に焦ってなんかないよ。けどあんなのが送りつけられたのにじっとしてられるはずないでしょ。それはお前の都合だ。俺の都合ではない。迂闊に動いた結果フェイはああなった。そうかもしれないけど、ずっと待ってるだけなのは落ち着かないよ。だってフェイがいないのつまんないもん。ファルツォーネにも同じ仕返ししたいよ。しつこい。わかった、我慢するよ。けどいつまで？さてな。とはいえ律儀に待ち続ける義理もない。ワルツオーネが動かないのなら待ちくたびれる前に俺が仕掛けるか。こんばんは、お邪魔するよ。ああ、いい匂いだね。今から夕食？そうだね、そうさせてもらおうかな。今日は差し入れにワインを持ってきたよ。ここに来てからしばらく飲んでいないよね。今時真面目だね。ここは教会じゃないんだよ。誰の目があるわけでもないのに。ニコラ。うまい。どれも家庭的な味だね。君も遠慮しないでもっと飲みなよ。ここでじっとしているのは退屈だろうし、こんな時くらい羽目を外さないとね。もちろん有事の時に酔って対処ができないなんてことのない範囲でだけど。ニコラ、少し飲ませすぎじゃないか。案外、強いんだな。
相変わらず峡谷は堅くなだね。ラオ州の方も沈黙したままで、事態に動きはないよ。示し合わせたみたいにヴィスコンティがずっと沈黙を守っているのも気になるね。今はまだ膠着状態だ。ヴィスコンティに動きがないのは理解できる。ファルツォーネとラオ州の構想がどうなるか様子見しているんだろう。だけどダンテ、もしこの先万が一にもファルツォーネが落ちてラオ州が台頭するとしたら、それはヴィスコンティにとってもあまりいい展開とは言えないんじゃないかな。ああ、ヤンは簡単に矛を収める男でもなければ、そもそも道理の通じる相手でさえない。じゃあヴィスコンティはラオ州と戦うよりファルツォーネと組みたいんじゃないかな。例えば2組織で協力してラオ州を排除し、ブルローネの利権を分け合うのはどう？儲けは減るかもしれないけど被害も減る。向こうにとっても悪い話じゃないはずだ。そうだな、ギルバートは頭のいい男だ。より自分たちにとって労力がかからず有益な選択を見据えて動くだろう。だが本当に峡谷がラオ州の後ろ盾についたのであれば、また話が変わってくる。峡谷には大きな権力があるし、ただでさえブルローネの治外法権を握る立場だからね。その答えは君が今言ったようにラオ州がよその国の人間だからじゃないかな。だって峡谷を心から信奉している人間に悪事を持ちかけるわけにはいかないよ。その点ラオ州は信仰がどうのって面倒を言わずに金で言うことを聞くんだ。俺は都合がいいよね。少なくとも犯罪に加担しているのは事実だよ。強国なんて言っても聖人君子ばかりじゃない。強大な権力を維持するために表立って人に言えないようなことをしているのも当然だよ。どうして？そもそもファルツォーネ自体が強国の抱える暗部のうちの一つなのにね。使徒のことだってそうだよ。マフィアの屋敷に堂々と一人で襲撃しに来て生きて帰った。あれは普通の人間にできることじゃない。ああ、使徒といえば聞こえはいいが、あれは長年訓練された暗殺者だ。もちろん峡谷だって自ら信者たちへ悪事を犯していると知らせたいはずはない。だからこの国の人間じゃないラオ州を協力相手に選んだんじゃないかな。推論としては十分な出来だ。だが確実に裏を取ってから動きたい。そうだね。峡谷だって一枚岩って感じの組織じゃないし、峡谷の全てを敵だと判じてしまうのは時期尚早だと思うよ。とりあえず峡谷の内情を探るのを優先していこうと思う。同時にヴィスコンティにも探りを入れてみようと思うんだ。こんな状況だからね、使えるものは何でも使っていかないと。そうだな、俺が直接動けない今、交渉はニコラに委ねるしかない。ヴィスコンティとの交渉をいつもお前が担当していたのは都合が良かったな。うん、細かいことは僕に任せて。そうと決まればっと。今は少しでも時間が惜しいからね。決まったらすぐ行動に移さないと。頼む。
さっきの話だが、配慮が足りなかった。あれはお前にとって気分のいい話じゃなかっただろう。強国が悪事を働いているなんて。そうか、それならいい。俺も安心した。お前が犯罪を受け入れられないのは当然だ。だが、それでも、お前は俺たちの行いを理解してくれた。ありがとう。不思議と嬉しい。いや、何でもない。お前はまだこれから夕食の片付けをするんだろう。なら終わるまで待っている。手伝えないから、せめて待っている。よく来たな、ニコラ。例の件だが、うちの弁護士が調べてくれた。ありがとう、ギルバート。見せてもらうね。なるほどね。これ、預かってもいいかな。まあ、いいぜ。他でもないお前の頼みだ。そいつは好きにしてくれ。助かるよ。君たちにも損はさせないつもりだから。今日は大きな進展があったんだ。ラオ州と強国のつながりはまず間違いない。これニコラさんが調べてくれた送金記録です。決定的だな。これがあればラオ州も強国も言い逃れできない。探りを入れてみたけど、ウィスコンティもこの動きには感づいているみたいだった。これならうまく話をまとめられると思うよ。事態は近々好転するだろうね。本来なら敵対している
他の組織の手を借りる羽目になるとはな。だが今の事態が続くよりはマシだ。ご苦労だったニコラ。どういたしまして。今日報告できることはこれくらいかな。わかった。レオ、一つ頼みたいことがある。はい、何でも言ってください。ダンテと二人きりなんて息が詰まるよね。大変じゃない？そうか、さすがのダンテも鍵の乙女に優しくするくらいの分別はあるんだね。君が鍵の乙女じゃなければとっくに自由の身だったろうに。こんなことに巻き込んでしまってごめんね。僕からも謝るよ。お待たせしました、ニコラさん。話は終わった。じゃあ屋敷に戻ろうか。はい、それじゃあまた差し入れに来ますね。すまない、ラテを入れてもらえるか。リリがある。ここ数日のことだ。俺が何かしたのなら教えてくれ。何もしていないならどうして俺を避ける。おお、だったらここ数日の自分の行動をよく思い出してくれないか。おはよう。今日も早いな。手が空いているなら少し話したいんだが。掃除？さっきもしていただろう。
リリー、話が。謝罪が聞きたいわけじゃない。どうしてなのか、理由を教えてくれ。俺には言えないことか。ニコラには言えるのか。じゃあレオには。レオには話せて俺には話したくないのか。うまい。クリームソースがパスタによく合う。重すぎないところが。笑っていない。気のせいだろう。いや、ちょうどいい。俺好みの味だ。これがカポに頼まれてたやつですね。いえ、これはあなたのですよ。じゃあ、俺は行かなきゃいけないとこがあるんで、失礼します。構わない。それはお前への手紙だ。
礼を言われるようなことじゃない。どうしたんだ、急に。わかった。お前が話せるようになるまで待つ。ただ必要以上に避けるのはやめてほしい。結構答える。最初は偶然お前がラオ州の誘拐に巻き込まれたんだと思っていたが、ラオ州と強国が通じていて、お前が鍵の乙女だからこそさらわれかけたなら、あの時駆けつけることができて、お前を保護できて本当によかった。鍵の乙女でよかった。そうだな。お前にはちゃんと説明しておくべきだ。その前に確認しておこう。お前は俺たちの立場を理解しているか。もし混乱があるなら改めて説明するが。順を追って話そう。今までファルツォーネがラオ州の台頭を許していたのには理由があった。俺たちファルツォーネの本当の仕事はマフィアじゃない。それはわかるな。そうだ。特にラオ州はファルツォーネの顧客を奪うわけでもなかったからな。好きにすればいいと見逃してやっていた。だが、奴らがヴェレーノの住民どころか、ファルチェ、ひいてはアルカの住民にまで手を出すようになれば、当然見過ごせない。
前にも話したが、教会が襲撃される少し前から若い女性がさらわれる事件が頻繁に起こっていた。ラオ州の仕業だと薄々は分かっていたが、決め手を得られず動きかねていたんだ。ファルツォーネファミリーが下手に動けばブルローネマフィアの均衡が崩れてしまうからな。そうなれば住民たちも巻き込まれてしまう。俺はブルローネも守りたいと思っていた。あの夜の出来事はきっかけに過ぎない。もともとファルツォーネは遅かれ早かれラオ州排斥に乗り出す予定だった。ラオ州と強国のつながりは正直計算外だが、それでもラオ州は大きな打撃を受けている。戦力の余裕も失われているはずだ。俺たちはここで一気に畳みかけたい。今政治家やブルローネ死刑などに働きかけてラオ州の構成員を摘発させている。この動きが活発になればラオ州の戦力をさらに減少させられるはずだ。ああ、汚いやり方だと思うか。そう思われても仕方ない。俺たちは自らの手を汚さずにことを運ぼうとしているんだからな。ラオ州の摘発は今のところ順調だ。ほどなく成果が現れてくるだろう。ディスコンティに対しての動きは以前お前に話した時から変わらない。ニコラが滞りなく進めてくれるのを祈るばかりだ。いいだろう、交渉成立だ。グラツィエ、ギルバート。礼ならいい、こっちの見返りは十分だからな。よろしく頼むよ。ダンテは？そうなの？残念だな。朗報があるから一刻も早く伝えたかったのに。ニコラが来ているのか？遅い時間にごめんね、ダンテ。朗報だよ。明日の朝でもいいかなって思ったんだけど、できるだけ早く伝えたくて。ウィスコンティに探りを入れてみたら、僕たちが思うより彼らのラオ州に対する悪感情が強くてね。早速ギルバートに話を持ちかけてみたんだけど、拍子抜けするくらい簡単に乗ってくれた。これで状況は確実に好転するはずだよ。そうか、それは何よりの知らせだ。よくやってくれた、ニコラ。あれ、急に黙り込んじゃったね、君。それに顔が赤いみたいだけど。具合でも悪いのか、リリー。
どう？ここの生活、ダンテとはうまくやっている？そうなんだ。あ、ダンテ、これちょっとはいいよね。ようやく事態が動きそうだし、ケーキ漬けに。ね、君も一緒に乾杯しようよ。たまには息抜きも必要だと思うんだ。そういえばドミニクがね、まだ怪我が治りきっていないんだからってジュリアが薬を煎じてくれていたんだけど、その薬湯を捨てていたってことがバレてね。それはジュリアはさぞ怒っただろうな。あなたは一体何歳ですかって、すごい剣幕で叱りつけて。ああなるとマフィアの幹部も肩なしだね。昔僕たちがキッチンで盗み食いした時のことを思い出したよ。よく眠れたか。前に会った時、ギルでいいって言っただろう。どうしても何も。ここは俺の屋敷だからな。夕べのワインはうまかったか？賢い女は嫌いじゃねえ。それに逐一説明してやるようなまだるっこしい真似は苦手でな。まだあの家でぐっすりお休み中じゃねえか。強い薬を使ったからな。それに男どもはあんたより多く飲んだだろう。ま、じきに目を覚ますと思うぜ。くだらねえ嘘はつかねえよ。あの二人を殺す利点は今のところ少ない。それにまだ生きてるって嘘をつく理由もねえだろう。俺に聞きたいことはたくさんあるだろう。あんたが質問してくるなら答えてやるよ。バルツォーネが懇意にしてる店にビスコンティから丁寧に頼んだ。
俺の部下だ。あんたがダンテにかくまわれていた女だから。ニコラの話を聞いた限り、ファルツォーネは随分と思わしくねえ状況らしいな。プライドの高いダンテ・ファルツォーネがビスコンティと手を組むって申し出たんだ。その時点で何かあったって予測できるだろう。ダンテは隠してるつもりらしいがな。だがニコラの語り口からファルツォーネにはまだ何か隠し玉があると踏んでな。交渉に来たニコラの後を部下につけさせた。あいつは勘が鋭いからなかなかに苦労したぜ。で、途中からニコラ以外のあのレオとかいうガキに標的を変えて、ファルツォーネの連中が出入りしてる家を突き止めて、そこでダンテとダンテがかくまってるあんたを揃って見つけたわけだ。質問はこれくらいでいいな。話を進めるぞ。あんたの正体は分かってる。あの峡谷が秘匿してる存在、鍵の乙女だ。鍵の乙女の存在ってのはどうやら峡谷に対する切り札になるそうだな。伝承上の存在とはいえ、今でも峡谷は鍵の乙女に価値を見出してるって聞いた。しかも峡谷はファルツォーネからこの町にまつわる数々の特権を取り上げる気らしい。峡谷はすでにファルツォーネを切り捨ててラオ州と組んでるって話まである。それが本当ならファルツォーネがこれまで持ってた既得権益は全てラオ州に行くだろう。そうなればこの町がどうなるかわかるか。そう、ラオ州が台頭してからたった数年だが、あいつらの支配するベレーノ、あの地区の治安を見りゃブルローネの行く末は火を見るより明らかだ。あんな連中に町の支配権を握られちまえば、俺たちとしても非常に困ったことになる。もっとも黙って見過ごす気はねえが、だからあんたの存在が必要なんだ。峡谷との交渉を優位に進めるための人質として。それに考えてみろよ、今のファルツォーネじゃあんたを、鍵の乙女を守れねえだろ。それが事実だ。小さな隠れ家に身を潜めて震えるより、この屋敷で安心して暮らせよ。こんな招き方をして何よって思うだろうが、俺はあんたに乱暴するつもりはねえんだ。あんたがビスコンティに留まってくれるなら丁重に保護させてもらうつもりだぜ。ああ、ビスコンティの名に誓って無事だ。もっともあんたがおとなしくしてなけりゃ今後どうなるかはわからねえが。